わー、ありがとうございます。お待たせしました。親の仇なんでやねん。ここったら100年目どういうことやチーム。というわけでね、納車行ってきます。彼の仕事場に向かいます。正確に分かんないからポータブルナビをポータブルに使う。これをくっつけんねん。実際ポータブルカチン、ここでいいか。よし、電話番号を調べましたんで、おお、出ました。お、バッチリ案内スタート。実際の標識や交通規則に従って運転してください。よし、早速行くぜ。カードを入れてください。うん、なんか言った？あ、これカーナビついてるやん。僕つけてん。何してんねん。カーナビ二つあるやん。ほんで、まあいいや。これで行きまーす。出発！もうさやのに雨降ってきたよ。そんなにかからんと思うねん。カーナビに逆らう。お前の言うことなんか聞かねえぜ。これはね、ただね、もう走ってるだけやけどね、思いのほか乗りやすい、揺れない。まあまあ、あの純正よりも硬いけども、ぐにゃぐにゃするよりずっと乗りやすそうですね、これね。これはね、もうね、道なき道を走ってみたくなりますね。刀持ったら人切りたいみたいなね。エアガン持ったら人を撃ちたくなるみたいなね。リフトアップジムニーに乗ったら黒缶行ってみたいね。一人で喋ってたらお前、歩行者がこっち見ていったんやろ。窓閉まってるよ。なんかジムニーを見ていたんだ。最初乗った時にね、もっと弾む感じやったんやけども、よくよく考えてみたら、タイヤ買ってそれなりそのままやったんで、空気圧測ったらタイヤパッツン、空気パッツンパッツンに入ってましたんで、ジムニーそんな車体の重いもんじゃないんで、ジムニーのね、一定空気圧近くまで空気圧を落としたら、もうすごく乗りやすくなりました。快適です。昔ね、アメリカ人がね、
ジムニーで、走ってたら横にこけたと言うて怒ってましたけども、よくよく聞いてみたら60キロで思いっきりハンドル切ったらこけたと。そらこけるやろお前、アメリカ人、そらこけるわって言うたことがありました。アメリカ人はね、何でもね、もうでかい方がいいやろと、排気量も大きい方がええやろと、そういう風なイメージがありますんでね。最近も日本の軽自動車、ジムニーもそうやけども、軽トラとかね、アメリカで大人気みたいですね。これ面白いぞ、軽トラがアメリカで大人気。いくらでも治るぜみたいな。もしもし。おはようございます、福本です。お世話になります。およそ10分で到着です。はい、ありがとうございます。はい。外でちょっと雨、今止んでるけども、ちらっと降ってましたね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、この人は、この車見るの初めてかな。感想を一言言うてもらって締めようかな。あ、ありました。フリージアイチゴの里。左方向です。これどこに？どこに？突っ込んだぞ。こんにちは。納車に来たんですけども、ヒデさん、ヒデさんはどちらにいらっしゃいますか？向こうです。向こうはどこに？もうちょっと行ってもらって、一緒、ヒロキの丘とかで、下にあります、民家にありますけど、そこまで通ってもらって、郵便局って、知ってる？右側に、はい、もうちょっとその信号のもうちょっと向こうで郵便局、個人的な個人の郵便局っていうかな、はい、民営の、そんなあれあって、それでもうなんていうかな、まず信号あってちょっと行ってもらって、その郵便局も過ぎてもらったらカーブになってるんよ、ふーっとこう左向きのカーブになった右側、はい、カーブになった右側にね、いちごの里って看板かかってる境に、はい、はい、了解しました。そこにいてます。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、納車ですか？納車です。はい。わあ、すごい。すごいですね、かっこいいでしょ。かっこいいね。あ、かっこいいわ。お願いしときます。はい、行ってきます。はい、よし、もうちょっと先でした。もしもし。あ、もしもし、ごめんなさい。わかんないんで。今1号館に着きました。もしかして。何号館かわかんないんですけども、ちょっと聞いたんで、もうちょっと先らしいんで、ちょっと。はい。すいません。いえいえ、はい、そこまで行きます。はい。ちょっとお待ちします。はい、ごめんなさい。はい。ああ、あるある、めっちゃある、人いてる。ここへ入れと、ここへ入れと。なんか偉い人やんけ。わあ、ありがとうございます。お待たせしました。親の敵。なんでやねん。やったら100年目。どういうこと？心してないよ。どういうことや。ドッキリ大成功じゃないよ。ドッキリ。ようお越し。わあ、すごい、かっこいい。
くまた来てください。はい、ありがとうございます。わー、ありがとうございます。かっちょかっこいい、もう待ちに待ちました、ね、これからちょっとドライブ行ってきます。行ってらっしゃい。ありがとう。高評価、チャンネル登録よろしくね。いちごの里よろしく。